アンドリュー・マーク・ミラーは、アメリカ合衆国フロリダ州、アラチュア軍ゲインズビル出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のセントルイス・カージナルス所属。愛称は、ミラータイム。2003年の MLB ドラフト3巡目で、タンパベイデビル・レイズから指名を受けたが、ノースカロライナ大学チャペルヒル校へ進学。2006年には、 ベースボールアメリカ選出の大学最優秀選手となり、ロジャー・クレメンス賞も受賞した。2006年の MLB ドラフトでは、実力では全体1位の器だったが、契約金の高さで敬遠された。ドラフトでは、デトロイト・タイガースから1巡目で指名され、8月4日に4年契約を結んだ。契約金は、ジャスティン・バーランダーを40万ドル上回る。 球団史上最高額となる355万ドルとなった。入団後、A 級レイクランドフライングタイガースで3試合に登板し、8月30日のニューヨークヤンキース戦で早くもメジャーデビューを果たした。この年はリリーフとして8試合に登板した。2007年は先発で13試合に登板したが、請求難が深刻でメジャーに定着できなかった。 フロリダ・マーリンズ時代2008年シーズンからマイナーで経験を積み請求力向上を図ることになっていたが2007年12月5日にドントレル、ウィリス、ミゲル・カブレラとのトレードでキャメロン・メイビンラと共にフロリダ・マーリンズへ移籍したボストン・レッドソックス時代2010年11月12日にダスティン・リチャードソンとのトレードでボストン・レッドソックスに移籍した12月3日に FA となり、16日にマイナー契約で再契約した。2011年は、トリプル A 級、ポータケットレッドソックスで開幕を迎え、6月19日にメジャー賞を獲した。17試合に登板し6勝3敗、防御率5.54だった。2012年は、左ハムストリングの故障のため、開幕から故障者リスト入りし、5月6日に復帰した。 この年からリリーフに転向し、53試合に登板した。2013年はレッドソックスに移籍後初となる開幕ロースター入りを果たした。7月6日のロサンゼルス・エンゼルス戦で左足首を捻挫し、翌日故障者リスト入りした。MRI でリス・フランの損傷と診断され、残りのシーズンを欠場した。二千十四年二月十五日にレッドソックスと一年契約に、 合意、50試合に登板し、3勝5敗、防御率2.34だった。ポストシーズン初登板を果たし、ディビジョンシリーズ、チャンピオンシップシリーズ合計で5試合に登板し、全試合、無失点だった。ボルチモアオリオールズ時代2014年7月31日に、エドアルド・ロドリゲスとのトレードで、ボルチモアオリオールズへ移籍した。移籍後は試合に登板し、 二勝零敗一、西部、防御率1.35だった。オフの10月30日に FA となった。ニューヨークヤンキース時代2014年12月5日に、ヤンキースと総額3600万ドルの4年契約を結んだ。2015年、シカゴホワイトソックスに移籍したデイビッド・ロバートソンの後釜として、クローザーに定着。60試合でマウンドに上り、 防御率2.04リーグ3位体となる36セーブを挙げた。また、61.2イニングで100奪三振を記録、3年連続で14を超える奪三振率をマークした。ポストシーズンでは、10月6日のヒューストンアストロズとのワイルドカードゲームで1回無失点、無安打2奪三振と活躍したが、チームは敗れた。 2016年は移籍してきたアロルディス・チャップマンが抑えを務め、ミラーはセットアッパーに配置転換される予定だったが、チャップマンが DV で出場停止となったため、開幕当初は前年に引き続き抑えを務めた。チャップマンが復帰してからは予定通りセットアッパーに配置転換された。チームでは7回を投げるデリン・ベタンテス、セットアッパーのミラー、 抑えのチャップマンで勝ちパターンとして起用され、この3人をスリーヘッディッドモンスターと呼称されたり、チームが3人の頭文字を取り得点を与えないという意味でラン DMC を真似たノーランズ DMCT シャツを販売したりもした。開幕から好調を維持して自身初のオールスターゲームに選出された。オールスター後にチャップマンがトレードでシカゴカブスに移籍した後は抑えを務めた。 ヤンキースでは44試合の登板で防御率1.39だった。2016年7月31日に、ユストゥス、シェフィールド、ベンヘラー、JP ファイアライゼン、クリント・フレイジャーとのトレードでクリーブランド・インディアンスへ移籍した。インディアンスでは、コディアレンが抑えを務めていたため、セットアッパーに配置転換された。移籍後は試合に登板し、勝セーブ。 防御率1.55と好調を維持した。シーズン通算では70試合登板で10勝1敗12、セーブ、防御率1.45と、自身初の10勝を挙げた。同年のアルックスでは、4試合に登板し723回を、投げ14奪三振、無失点に抑え、MVP となった。2017年は、シーズン開幕前の2月9日に第4回。 ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。3月22日の決勝プエルトリコ戦に勝利し、初優勝を果たした。迎えたシーズンでは、8月に右膝の炎症で故障者リスト入りしたが、57試合に登板し、4勝3敗にセーブ、防御率1.44の成績を上げた。2018年は、年間を通じて故障が続き、 37試合登板で2勝4敗、2セーブ、防御率4.24と成績を落とした。オフの10月29日に FA となった。2018年12月21日にセントルイスカージナルスと2年2500万ドルで契約を結んだ。シーズンでは自己最多タイとなる73試合に登板したが、5勝6敗、6セーブ、防御率4.45に止まった。 ポストシーズンでは、計力登板を無失点に抑えた。2メートルを超える長身から投じられる角度のある、スリークォーターが特徴。救援投手としては、最速99マイルパワー、平均94マイルパーワーを誇る速球と、鋭く曲がる平均84マイルパアースライダーを使用する。2011年以前の先発起用時では、チェンジアップも使用していたが、 救援転校以降はほとんど使わなくなった。高い脱三振能力を持ち、2015年までの通算で投球回数を上回る脱三振を奪っている。特に本格的にリリーバーに転校した2012年以降の脱三振率は14.2を記録している。ありがとうございます。